時は五冠末期、朝廷内の権力争いにより世は大いに乱れていた。さらに天変地異や凶作が相次ぎ、民は苦しみの底にあった。そんな中、張覚という男が現れる。彼は紀州で太平道を起こし、人々を救済。瞬く間に民の心を掴んでいった。そして中平元年、張覚率いる太平道は漢王朝に反乱を起こす。頭に黄色い布を巻いた黄巾党が各地で一斉に立ち上がった。後の世に言う黄巾の乱である。朝廷は直ちに乱を鎮圧しようとするが、虚しく敗北を重ねた。400年続いた漢王朝の命運は今まさに尽きようとしていた。他の村からむしろを買いに来る商人たちがぱったりと止んだ。やはり騒乱の影響であろう。その日暮らしの我々が心安らかに暮らせるのはいつの日か。劉備、あざなは玄徳、前漢の中山聖王劉璋の末裔と称す。騒乱に苦しむ民を憂いながらも、今の彼に救う手立てはない。故郷の老荘村でむしろを編み、生計を立てる日々を過ごしていた。こうしていても始まらんな。むしろは村の衆に売り分けてくるとしよう。足の向くままに歩み来て、かようなところまで流れてしまったか。これ以上無意にさすらうわけにもいくまい。関羽、あざなは雲長、義を重んじ武に長けた男である。だがその義心ゆえに横暴な豪族を斬り追われる身となる。自分の刃を捧げるべき人物を求め、関羽は放浪を続けていた。我が刃を捧げる大器とは言わぬまでも、共に磨き合える人物を見出したいものだ。うまい用心棒の話があると聞いてきてみりゃ、他の野郎に取られた後だったとはな。まったく大した無駄足だったぜ。張飛、あざなは翼徳、燕の国であった雄州卓郡出身であることから燕飛と張飛と名乗る。豪放雷楽な生粋の戦士で、その猛勇に並ぶものはない。だが今はその腕を生かす場もなく、ただ放浪を続けていた。どっか酒屋でもねえか、思いっきり飲んでやら。何の騒ぎだいこりゃ。ああ、太守様が義勇兵を集めてるってよ。黄巾つったか、例の奴らがここいらにも来るってよ。へえ、そりゃおかねえな。いよいよこの村にも黄巾の脅威が迫るか。義勇兵、人々を戦乱より守る兵、私のようなものでも取り立ててもらえるだろうか。へえ、義勇兵を募ってんのか。当てが外れて暇になっちまったしな。黄巾退治で暴れるのも悪くねえか。黄巾討伐の義勇兵とな。腕に覚えはあれど、今まで軍務に就いたことはござらぬ。ここいらで一兵卒として戦うのも一興か。大変だ、黄巾が来たぞ。もうこの村のすぐそこまで来てる。どうすんだよ、今から助けを求めたって間に合わねえぞ。みんな落ち着け。こうなっては戦って村を守るしかあるまい。黄巾も我らが戦うとは思っていないはずだ。その隙をつけば勝機は見える。俺たちだけじゃ戦うなんてとても無理だ。ありったけの蓄えを出して頭下げるほかねえよ。
なんだってわしらの村に。早いとこ逃げる準備をしねえと。誰か私と共に村のために戦う者はおらんのか。そこの御仁、その心意気見事。拙者も堂々し公金を懲らしめようぞ。ちょうど暴れたいと思ってたところよ。俺も行くぜ。そなたらはここらでは見ぬ顔だがありがたい。私と共に村を守ってくれ。皆安心してくれ。この村を狙った公金は我らが打ち果たした。なんだって。本当にあんたらが。嘘ついてどうなるんだよ。散々打ち負かしたからな。しばらくは攻め込んでこないと思うぜ。うん、全てはこの御仁が戦おうと呼びかけたおかげ。皆礼ならば劉備殿へ申すがいい。あのむしろ折りの劉備が俺たちを助けてくれたのか。ありがとう、ありがとう劉備。この礼は必ずするぜ。いや、私は当然のことをしたまでだ。礼などどうして受け取れよう。皆が何者にも脅かされず無事に暮らせるのが私には何より幸せなのだ。聞いたか、縁妃と張妃よ。この時世に民の幸せを第一に考えるとは。あちこち見てきたが、あんなやつ初めてだぜ。それに敵にビビらねえ度胸はあるし、腕もなかなかときた。ただものではなさそうだな。ああ、面白いやつに出会えたもんだ。そなたらはあの考察を見ていたようだが、義勇軍に入るおつもりか。まだわからぬ。だが強く心が動かされたことは確かだ。この混沌の世を正し、乱に苦しむ人々を少しでもこの手で救えるのならば、義勇兵として立つのも良いかと思っている。立派なこと考えてんな。俺は自分の腕っぷしを生かして暴れる連中を乗せるなら義勇兵もいいと思ってよ。なるほど。拙者は流浪に飽き、寄る場所を得たいと思案していたところ、考察が目に入り申した。志は違えど、我らは考察のもとに集った同志だ。どうであろう、三人で共に義勇兵に志願するというのは。おう、俺は構わねえぜ。なんだがおめえらとなら気が合いそうだしよ。拙者も同じ思いにござる。では共に参りましょうぞ。まあそんなにせくことはねえじゃねえか。せっかくお近づきになったんだ、一杯くらいやっていこうぜ。そうだな、私ももっとそなたたちのことを聞いてみたい。では酒場に向かうとしましょう。積もる話はその場にて。なんと劉備殿は中山西王の末裔であらせられるのか。公金を追っ払った時にただものじゃねえと思ったが、おめえすげえやつだったんだな。遠い血筋の話だ。今この通りむしろ売り日々を暮らしている。なんだってそのむしろを売ってただけのおめえが急に村を守ろうだなんて言い出したんだ。まさか血筋だからだとか言わねえよな。それもある。だがあの時はただこの村を皆を守りたいという思いでいっぱいだったのだ。戦での自らの生死よりも民を守ることを選ぶとは、なんという御仁か。まったく大した野郎だぜ。こんな奴に出会うことになろうとは世の中わからねえもんだな。私もお二人のような異常夫に出会えて光栄の至りだ。
先の戦での勇猛ぶり実に見事であった。我らがここで出会ったこと、何やら天慶によるものと思えて仕方ありませぬ。ああ、偶然にしちゃ俺たち妙に気が合うよな。そこでどうであろう、我らここに兄弟の契りを結ぶというのは。お、そいつはいいじゃねえか。俺は乗るぜ。おめえらとはなんかでけえことができそうだ。兄弟、そなたたちとか。だが私のようなもので本当に良いのか。さよう。我らが長兄は劉備殿を置いて他にはありますまい。のう弟よ。なんだ俺が一番下かよ。そうと決まれば場所を変えて誓いの儀を行いましょう。どこか良いところがあれば良いのですが。それならばこの村の桃園がよかろう。ちょうど今時分花が咲き誇り、実に見事な眺めだ。しかし不思議なものだ、出会ったばかりのお前たちとこうして兄弟の契りを交わそうとは。時を要さず、ただ心でつながり合う、それが縁というものであり絆というものでござろう。そうであろう、縁比と張比。欲得だ。兄弟ってんなら肩肘あったのはなしにしようぜ、兄者。うん、そうだな、欲得の言う通りだ。じゃあ和樹と行こうぜ。うん、おい、我ら義にて結ばれし三兄弟、生まれた時は違えど死ぬ時は同じ年同じ月同じ日を願うぜ。いざ行かん、神の世を目指して。おう。出資ご苦労。世を乱す黄金どもをここで一掃する。お前たちも存分に働くのだ。義勇軍は官軍の補佐に回ってもらう。ここで功を挙げ取り上げてもらおうなどと思うな。お前たちにはお前たちの部というものがある。それをわきまえ行動せよ。なんだ、大層な盾札で人を集めておいて功をあげるなだと。我らに功をあげられては官軍の面目がなくなる。それを恐れているのであろう。面目、そのようなものに縛られていてはいつまでも国は良くならぬ。大切なのは今目の前の人々を救いたいという志のはずだ。そうだぜ、その位置だ兄者。あいつらの言うことなんざへでもねえ。うん、我ら兄弟の部にて官軍以上の戦果を上げましょうぞ。よし、行くぞ。黄金の脅威を除き民の安寧を取り戻すのだ。なんだ、ここは官軍の陣だ。義勇軍のお前たちが入ってよいところではないぞ。報告に参りました。天皇将軍張覚を討ち果たし黄金軍をこの地より退けました。何をバカなことを。お前たちのような義勇軍に黄金の親玉が討ち取れるはずなど。偽りではござらん。我ら劉玄徳の軍が張覚を討ち果たし申した。嘘だって言うなら前線の奴らに聞いてみるんだな。劉玄徳の軍だと聞いたことのない名だな。お前たちの功については確認し追って沙汰する。それまでは中山国暗記権の意図して任につけ、
劉玄徳と言ったが、貴様恐れ多くも帝の血縁を名乗っているそうだな。どこぞの馬の骨とも知れぬ輩が不敬甚だしい。黄金討伐の功もでっち上げでやろう。てめえ、よせよくとく。管理殿、貴殿の言はあまりに道理に合わぬ。率直に申されば何が望むか。貴様は多少は世の仕組みを心得ているようだな。側労へのねぎらい、父兄への贖罪、先ほどの非礼への詫び、それらに対して誠意を見せろということだ。賄賂をよこせと。役人たる私たちにもたらされる益は全て民が困窮の中から納めてくれた税による。我が身かわいさにその血税を差し出すことなどできぬ。我らは民が安寧になると信じ黄金を鎮圧した。ところが世は何も変わってはおらぬ。苦しめる者が役人に変わっただけだ。ならば再び立てばよいではありませんか。兄者の志尽きたわけではありますまい。黄金で足りねえな、今度は役人どもぶっ飛ばしゃいいんだ。俺らはどこへでもついていくぜ。ありがとう二人とも。我らの志なるまで三人で戦い続けよう。